在独米軍3分の1が撤退、ポーランドに展開へアメリカのトランプ大統領が今年9月までにドイツに展開しているアメリカ軍のうち3分の1に当たる9500人を撤退させるよう国防総省に指示したことが明らかになりましたこちら、単純に撤退させるだけではなく一部の兵力をポーランドなどに展開させる模様です このポーランドについては、このようにドイツの左隣にある隣国であり、ポーランドはロシアの飛び地であるカリーニングラードに隣接していたり、さらに現在、進行形でロシアに侵略されているウクライナにも隣接しているという事実がございます。このポーランドへのアメリカ軍の展開によって、 ロシアに対する抑止力は維持され、まあ、維持されるどころか、さらにですね、圧力が強化されるんじゃないかと思われます。このトランプ大統領が以前ですね、NATO に対するアメリカの負担が重すぎると批判をしており、まあ、それを受けてアメリカ軍の一部撤退が決定されたんじゃないかと思われますけども、アメリカ政府としては、 こういったヨーロッパにおける抑止力が低下しないように、ポーランドなどにアメリカ軍を展開させることによって手を打った模様です。このポーランドについては、最近になって F-35 の導入を決定するなど、ロシアの脅威に対抗しようともしておりますので、そういったポーランドをアメリカとして直接、 支援する狙いもあるんじゃないかと思われますが、このドイツからのアメリカ軍の撤退、単に撤退するという部分だけを強調して報道している場合もございますけども、このドイツの隣国であるポーランドにアメリカ軍が展開することによって、ヨーロッパにおけるロシアに対する抑止力は維持されるか、 もしくは、強化できるんじゃないかと見られておりますので、皆様、偏った報道に騙されないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。